付金の一部をお返しし、今後の授業料として充当。これで卒業までの心配はないと思います。はあ、ありがとうございます。エリゼ会長にはどう感謝していいのか。学生会長として当選のことをしただけですよ。それにここだけの話ですが、あなたのような生徒は他にもいます。ですから今回の件も引け目に感じないでくださいね。よかったら紅茶とクッキーでも召し上がりますか。差し入れでいただいたものですけど。お邪魔しちゃったかしら。もうどうせ狙って声をかけたのでしょ。だってエリゼがリーンさんのことで困っていそうだったから、いっそ言ってあげたらよかったのに。お兄様のお相手は14年前から決まっていますなんて。そんなことばかり。姫様の方こそ噂になっていますよ。若き英雄灰色の騎士と王城で親密そうなやりとり、夏至祭でのお約束かなんて。あれは北方聖域の主君式でエリゼの話をしていただけで、その少し相談にも乗っていただいたけど。もう手ごわくなったわねエリゼ。学生会長を引き受けてから付け入る隙がなくなったというか、先生方からも生徒たちからも頼りにされているみたいだし。ここまで兄が有名になると妹としても気を使うと言いますか。それに学生会長として力不足を痛感することもあります。あの子の力にもなれませんでしたし。仕方ないわ。経済的な事情でもなかったし、元気でいてくれるといいけど。手紙の返事が遅いのは気になるわね。ええ、ヴァンダール家の処遇といい、お兄様の件といい、暗い話題ばかり。リンさんの第二分校の演習先でも事件が起きたんでしょ。ええ、サザーラント州ですね。怪しげな兆候もあったみたいで、私や姫様も気をつけるようにと通信で言われました。さあ、ありがたいわね。それに比べてセドリックはどうしてあんな風に。姫様。そうそう、すっかり本題を忘れていたわ。例の話なのだけど、なんとか都合はつけられそうかしら。
学生会の案件も予定通り片付きそうだし、喜んでお付き合いさせていただきます。の受注は進めて。ただしバージョンは半々にしましょう。コスト、操作性、パフォーマンス、セキュリティ面で評価してちょうだい。鉄道公社の業務システムも納入は完了してるわね。立ち合いはよろしく。アフターサービスについても分かりやすく説明してあげて。こちらラインフォルト、どうしたの？すぐに出ると伝えて。ミーティングは以上。みんなよろしくお願いね。お待たせしました。先月ぶりですね。ええ、その説はどうも。運用レポートは受け取りました。アークス2、順調みたいですね。ええ、おかげさまで。マスターシステムのサブ化もうまくいってるみたいですし、遠距離通信の精度も思った以上に素晴らしいですね。あれはブースターなどの設備がないとどうも不安定なのですが、ラインフォルトの方で相応の設備を用意したんですか？実はちょっと裏技を使わせてもらっていまして、今度お会いする時にでもお話しできると思うんですが、できれば仕事以外のプライベートな時にでも。なるほど。こちらも何かネタを仕入れておきましょう。楽しみにしていますね、アリサ・ラインフォルト室長。こちらこそ、ティオ・プラトー主任。彼女に会えるのは嬉しいけど、スケジュールが山積みなのは何とかしたいわね。お嬢様、失礼します。あ、うん、入って。お疲れ様です。紅茶をお持ちしました。あ、もう3時なんだ。ありがとう、シャロン。よかったら付き合ってちょうだい。それとみんなにはコーヒーとお菓子をお出ししておきましたわ。ほんと、シャロンのお茶とお菓子はオアシスというか生命線だわ。頑張っていらっしゃるのはいいのですが、少しは潤いも大事にされませんと。たまには7組の皆さんと連絡をお取りになってはいかがですか？悪かったわね、潤いがなくて。でも言われなくても、もう少ししたら彼にも。あらあら、言わずもがなでしたか。そういえば先日ラウラ様やフィー様と通信で話されていたみたいですけど。さしてるんなら
ざ言わないでちょうだい。もうそれよりも自分はどうなのよ。最近本社を開けることも多いし、母様の手伝いばかりしていない？それとも昔の関係で何かあったとか？それこそまさかですわ。過去は過去、私の愛と献身の対象が変わることだけはありえません。ですからどうかご安心ください。やっぱり最近変よね。妙に優しかったり、昔を懐かしむようなことを。来たわね。こんにちは。一応指定した時間だが、そちらは大丈夫なのか？うん、大丈夫。仕事の区切りはつけたから。それじゃあ2人とも段取りを詰めましょうか。私もやり残しを片付けたら出発するつもりです。それでは現地で。もう少し早くつかめていればこの地でも会えたんだけど。でももうすぐね。まったく嬉しそうにしちゃった。人間ってのは面白いことを考えつくわね。あの王子が隠し持ってた閻魔のアーティファクトを通信網に利用するなんて。まあ、あの裏技使いの遊撃士も噛んでいそうだけど。それとアリサさんの協力があってこそね。つくづくいろいろな人たちの縁に助けられているわね。奇跡を守る一族としては本来どうかとは思うけど、でもなんだかあいつ妙なことになってるみたいね。鬼化がなかなか戻らないってちょっと尋常じゃないんだけど。ええ、私たちの術が役に立つといいんだけど。その前にこちらを片付けておかないと。この地の霊窟はここだけ。手を貸してちょうだい、セリーヌ。任せておきなさい、エマ。